内見主任の物件紹介始まるよ。こんにちは、内見ジョニーです。早速ですが本日ご紹介の物件はこちら。外観からは想像できないほどに仕上がっているとの情報をキャッチしております。今回ご紹介の物件、賃料、管理費、共益費は概要欄まで。1943年1月地区の木造2階建て。コメンテーターには通りすがりの方にご協力いただいております。本日はよろしくお願いいたします。なんだ君は。なんだって。想像以上に仕上がったお部屋は築70年だって。なんだそれは。見せたまえ。よろしくお願いします。それでは今日も元気に。 Open Fire It's Gorgeous。 そして開放感、ギャップが激しいデザイン。外観からは想像できない新築のような内装です。約11畳のウッディフローリングで仕上がります。こちらからテレビアンテナ線接続可能。失礼します。玄関ポーチ等含めライトのスイッチこちらです。アース付きコンセントこちらです。最高が最高。開放感あふれるワイドなキッチンでございます。 Open Fire。 玄関からはうまくキッチンスペースが見えなくなっています。収納スペースは余裕があります。深型調理器具はじめ様々なサイズの食器類に対応します。お魚グリル、ガスコンロ三つ口、お料理ファイター、エキスパートモデル。換気窓で感じるノスタルジー、網戸だ。ダイナミックなサイズでヘビーな炒め物にも対応しています。 Open Fire。 給湯器リモコン仕上がっています。一瞬ドッキリを仕掛けられたかと思うくらいの変わりようです。好きです。モニターホン Open Fire。 階段下のデッドスペースを活用した収納スペース。不要なものはとりあえず詰め込める予感。あなたのセンスが光ります。こちらからテレビアンテナ線接続可能。とても開放的ですね。これだけ広くても日中は電気なしで作業ができそうでときめきサンシャインです。好きです。こちらはおトイレございます。こちらも綺麗に仕上がってございます。おお。テレワークスペースに使えそうなスペースです。こちらはパウダールームでございます。非常に広々としています。 Open Fire。 伸びます。シャワーモードに切り替え可能。洗濯機スペース、こちらはワクワクドキドキな勝手口ございます。バスルームはどうでしょうか。仕上がっております。浴槽は足をゆったり伸ばせるサイズ感。 Open Fire。 給湯器リモコン、その他デザイン含め新築並みの仕上がり。勝手口から湿気も追い出せ、非常に機能的な水回りに仕上がってございます。いいですね。来客の方も気軽におトイレが使える間取り。ゆったりした時間を感じる空間、超好きです。2階へ参ります。優しめカフェオレカラーのウッディ階段とその手すり、爽やかで清潔感あふれる仕上がりです。ダイナミックな最高が最高。こちらは約 4.5 畳の洋室。こちらからテレビアンテナ線接続可能。お外の景色はどうでしょうか。網戸だ。シークレット感、抜け感の両方を兼ね備えた贅沢なサイズ感のバルコニーでございます。雨戸付きで台風防犯対策もできます。洗濯物スペースにはあまりそうにありません。こちらは約 4.5 畳の洋室。こちらからテレビアンテナ線接続可能。引き戸を開けることで新鮮な空気が循環し、さらに開放的な空間を作ります。クローゼットございます。Open Fire。 広々としており、衣類含め
様々なものが収納できます。お外の景色はどうでしょうか。網戸だ。最高の最高。のどかな住宅ビューですが抜け感があり、気分も開放的です。はい。ということで、どうやら今回の探検はここで終了のようです。どうでしたか。外観からは想像できない間取り。以前の名残を感じつつも、現代的に快適におしゃれに暮らせるニューレトロな質感に仕上がってございました。感動しました。こんなにギャップ萌えを体験したのは初めてです。もし住んでみたらの妄想が止まりません。今日は眠れません。ありがとうございました。それでは今回はここまで。皆様、ご視聴誠にありがとうございました。と言いたいところですが、周辺環境もさっとチェックしてまいります。今回ご紹介の物件、最寄り駅は阪和線、鶴ヶ丘駅徒歩7分。駅の南 0.2km にある長井公園は、本格的な運動公園でもあり、園内に陸上競技場、相撲場、定休場、プール、運動場、陸上競技場、トレーニングセンターなどスポーツ施設が多数あります。また、大阪市立長井植物園には約1000種類、6万1000本の植物が生い茂り、大阪の原生林を再現していて、見応えがあります。市内の主要駅である天王寺駅までは乗り換えなしの約7分。駅周辺には、ライフ西田鍋店や、阪急オアシス西田鍋店、泉屋西田鍋店、サンディ西田鍋店、スーパー三幸長井店などのスーパーマーケットがあります。また、杉薬局西田鍋店、杉薬局長井店、ここからファイン西田鍋店などのドラッグストアがあります。病院も近くに複数あり、その他個性的な個人商店の飲食店も多く、探索していて楽しい街でもあります。要は良い街です。それではそろそろお時間です。皆様、ご視聴誠にありがとうございました。